人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです今回はプレジデントオンラインの最新記事テスラ、トヨタ、くら寿司まで米国で進行中カリフォルニアからテキサスという大移動という記事を紹介させていただきますこの記事はマリブジャパン代表取締役の 高橋勝秀さんが書いたものです下に記事のリンク先を貼っておくのでぜひご覧になってくださいこの記事冒頭はテスラが本社をカリフォルニアからテキサスに移転することを発表したなぜテキサスなのか金融アナリストの高橋克秀さんはテキサスには世界的な大企業が集まっている それには三つの理由があるとしています。彼らはまずテスラがシリコンバレーから本社を移転する話を上げています。まあイーロンマスク十二月に去年の十二月にカリフォルニアからテキサスに移り、さらにはですねあのまあテスラも本社を移転するということを先日発表しました。 その話が書かれていまして、えー、次にですね実はテスラだけではなくて時価総額でテスラに次ぐ2位の自動車メーカー、まあ、トヨタの話ですね、えー、2017年にカリフォルニアからテキサスダラス経済圏のプレーノに移転しましたけれどもその話そしてこの日米2トップの自動車会社がなぜテキサスに移転したのかその背景を探ることで 知らざれるテキサスの実力を明らかにししたいとしていとてます記事はその後、えーまあ、あのオラクルとかですねヒューレット・パッカード・エンタープライズ、えーまあ、放射移転をしましたけれどもその話やもともとオースティにあるデル・テクノロジーズの話ダラスにある、えー、テキサス・インストゥメントの話ですね そういったことを書いて米国を代表する IT 企業がこぞってテキサスに移転してきていると通信大手の AT&T の本土もありますしねあとはまあ日本の企業トヨタだけではなくてデンソーであるとか三菱重工業日本製鉄そういった例を挙げていますで記事はさらにですねこういった IT 企業や 製造業だけではなくて、日本の飲食店も多数進出しているということでテキサスに9店舗あるクラ寿司の話そして牛角丸亀製麺ペッパーランチ陣あそういった会社を紹介していますあとは東京やロサンゼルスにある焼肉店まんぷくこれを展開するテイクファイブが今年6月に ダラスにオープンした話をしてですねヒューストン総領事館によるとテキサス州の在留邦人数は1万2205人これはまあ2020年10月1日現在となっていますその3つの理由1つは交通の要所を挙げてますねえまあ私日頃から 地政学的観点からのまあテキサス州の優勢の発をしていますけれども、その話がされています。まああとはですね、あの JR 東海のまあ新幹線の話が紹介されています。二点目二点目は所得税ゼロというところで、まあテキサス州は法人も個人もまあ連邦税のみで州税はありません。まあその点を優勢として挙げています。 3点目は割安な生活環境ということで物価や家賃などの生活費も比較的低めであり暮らしやすい割安な生活環境があると言えるとえということで不動産でいうと住宅不動産の建設も盛んでオープンハウス東急リバブルリストサダビーズなど日系の不動産専門業者も テキサスに拠点を設け、日本人向けに米国住宅不動産投資を仲介し、実績を上げているということを紹介しています。あとはですね、好条件がさらなる増加を生む好環境というところで、こうした交通の要所、所得税ゼロ、割安な生活環境といった、 好条件もあって、テキサス州の人口増は今後も続く見込みだということで今後も人口がどんどん増えていくとそしてテキサスは独立国としたら世界9位の経済規模だと紹介していますテキサス州の2020年の名目 GDP は1兆7756億ドルで アメリリカカではカリフォルニ仮にテキサス州を独立国と見立てた場合経済規模はアメリカ中国日本ドイツ英国インドフランスイタリアに次ぐ世界9位となりカナダ韓国ロシアを上回ることになるとしていますこのように、えーまあ、テキサス州 人口も増加して企業進出が相次ぐことで好循環が、えーまあ、生まれているということでますます勢いある州だということです現在進行中のアメリカ市場をより理解したければシリコンバレーやニューヨークだけではなくてテキサスのことも知っておいてそうはな,いなさそうだと締めています、まあ、面白い記事なのでぜひご覧になってください 以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。